はい、おはようございます。今日もね、またコールドってやつをね、撮ってみたいと思うんですけど、まずちょっとね、打つ前にね、いやー、来ましたね。じゃん。キングダム最新刊。いや、あっという間に読み終わって、また次は楽しみなんですけどって、まあ、これはこれで楽しみだったんですが、これですね、来ましたね。日本エアスポーツガン協会さんからね、本大会の案内、こんな感じでね、2枚紙が入っております。これね、本大会、去年の本大会に出た人と、いわゆる27期っていうんですか、過去1年間のね、公式記録会、練習会に出た人には、送られてくるようになっております。そういうことなんで、これね、で、送られてきてない人でもですね、もちろん参加できますんでね、その場合は協会さんの方のホームページとかね、あと電話して聞いてみるとかね、ちょっと案内の方法、参加の仕方のね、方法、問い合わせてみていただけたらなと思います。さて、ということで今日も一周回ってみるんですが、今日はちょっとたまにはこの前のこんな感じでね、打ってみようと思います。ひげ剃っときゃよかったですね。さて、もうブルーズアイ設置してあるんですよね。ということで、今日またこれをかけながら行ってみたいと思います。さて、2分間で5発、ブルーズアイから打っていきます。これ球弾する時もね、今これこちらがターゲット砲火なんですけど、よくね、こんな感じで弾入れちゃう人もいるんですけどね、ぜひですね、このターゲット砲火に向けて必ずね、銃口は受け取っていただけたらなと思います。さあ、じゃあ行きましょうか。2分間で5発、じゃあブルーズアイ第1ターゲット始めたいと思います。スタンバイ、レディー、ゴー。たら重厚カバーと席を変えてくださいね。さて、はい、ちょっと見てきます。
入ってますね、なんとか50点です。これ実はねここにあれですよね、もう100の 10X ぐらいの的が用意されたら笑いますよね。一応ちゃんと打ってますんでね。では第2ターゲットいきましょう。2分間で終わるんですね。いきます、スタンバイ、レディーゴー。それとかもう目の前にあったりしてね、カメラのすぐ後ろにね的が。これね、1分前ですので、1分前ですのホールでね、結構鳥は引いちゃうことあるんですけどね、うまくいくときもあるんですよね、逆にね。ああ、今の明らかに下だろうな。音楽が止まると逆に驚いてしまいますね。さあ、ということで10発終わりました。96かな。ああ、94までいっちゃったか。第1ターゲットよかったんですけどね。はい、12、12、3、4、5、12、3、4、5、そうですね、94の、12345、6か、これ 1,2,3,4、 これ2つかな、まあ、9、12、5X ですかという結果になりました。第2ターゲットが3発発展しちゃったですね、同じところでね。で、ね、これ、まあ、こうやって打ってるじゃないですか。で、APS カップの場合ですね、ブルーザイの的替えっていうのがあるんですね。で、まあ、ちょっとね、広いところでやる場合はいいんですけど、公式なんかね、本体以外の話なんですけど、まあ、打ってる人間としてはですね、こういう一度決めたスタンスっていうのはね、まあ、動かしたくないわけですよ。第1ターゲット終わって的替えの時に第2ターゲットに入ってもね、だから、まあ、本当はなるべくこのスタンスのまま、球を入れたりね、する球団とかして待ってたいんですけど、 APS カップの場合ですね、これは無理なんですね。というのは本大会なんか非常に狭いところでやっております。そうするとですね、的替えのジャッジの人が入る時にですね、それでも固くなに動きたくない人っているんでね、なんかちょっとこんな風にちょっと前にしたりして通ってもらってる人いるんですけど、これはもう話気持ち切り替えて、APS カップはブルザイの時は一回スタンス崩すという競技だと思っていただけた方が、よろしいかと思います。ですんでね、第1ターゲットと第2ターゲット、スタンス一回崩して第2ターゲットになったらまたスタンス元の位置に戻す練習というのもですね、してもらうしかないと、ふとちょっとそんなことも思ってみたりしました。ということで続いてプレートに行きたいと思います。はい、では続いてプレートですね。ステッチョよいしょ、あ、どこだ、やべやべ
今プレート見てます。的はね、この角度だと見えないですよね。下段はクリーンですね。満車できました。さあ中段一発目、ここまで1枚外しですね。最後の10枚目外してしまいました。56点でしたね。昨日より1枚すごくなりました。プレートもまあまあなんだよな。はい、ということで最後シルエットになりますね。はい、では最後シルエットになりますね。では、シルエットもね、2分間で5発ですね。でどっから打っても構いませんね。今のところ94の56ということで150点できておりますね。これで、35点出せばグランドマスターの点数が出るということになりますね。じゃあ行ってみましょう。2分間で5発です。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。
1万8メートルから打っていきます。当たりました。続いて9メートルですね。ちゃいましたね、今。はい、10メートル。わあ、最近多いな。ちょっと右。外してしまいました。もう一回10メートルで。なんとか当たりました。右ギリギリ。あー、ほんとずれんだよな。最後7メートルですね。はい、ということで終わったらセーフティーガーで15カバーしましょう。さあ、感じでスタンディングは18点でした。はい、では最後プロに行きたいと思います。こんぐらいで大丈夫かな。よっ、こんにちは。さあ、これからほふく前進の練習したいと思います。これでいいのかな。いやー、すごい絵だなこれ。さあ、行ってみましょうか。プローンですね、最後。2分間でご発です。スタンバイ、レディー、ゴー。では、8メートルから狙っていきたいと思います。どっか外しちゃいましたね。もう一度8メートル。あれ、全然見えねえ。高さか。やっぱ当たりました。さあ、続いて9メートル。やっぱね、サイトがね、多少ぼやけるんですよね。さあ、最後10メートル。うわー、ちょっとした。あー、プローンでやられてますね、相変わらず。はい、ということで、本日も終了しました。はい、18の9で27点ですね。まあ、プロな、やっぱ練習しちゃダメですね。さて、
ということで何点になったのかな。はい、的を直して、おっと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 、ホワイトボードに行ってみましょう。そうね、書いたからね、18-9、ここまで94と56ときたんですが、27、あ、だからそうだよね、177点なんですね、これね。150点でしたからね。177の 5X か。はい、もうちょっとで180点でしたね。まあ、こんな感じでした。で、まあ今日これアップするの何時になるかわかんないんで、水曜日の練習が終わっちゃってるかもしれないですけど、今週も金曜日、土曜日、また午前10時から午後9時半まで APS カップの平日じゃねえや、まあ無料練習会やってますんで、よかったらうちに来てください。それとですね、大阪公式記録会に出る方ね、今エントリーもしてるんですけど、打ち上げのエントリーもしてますんで、そちらの方は幹事の人は人数わかんないとね、なかなか場所見っけんのも大変なんで、早めに予約入れていただけたらなと思います。ということで、この辺で今日も終わろうと思います。いよいよね、案内も来ましたんで、本大会楽しみですね。では、失礼します。さよなら。